はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TSK さんですね。はい、トップクロのアップデート合計6箱です。で、1箱1箱に開けていきます。まあ、開けきれないんで、ここにありますんで、一つ一つ開けていきます。まあ、6箱だと合計2箱ぐらいでぴったりぐらいで、はい、入るんで、それでお送りします。まあ、なるべくコンパクトにね。でお送りします。で、ベースとルーキーと各ジャンル、はい、まあ大体は分けておきますので、はい、じゃあ1箱目はい、お願いします。で、ルーキーそうか、6箱だ。ちょっと幅をカード置き場を広めにとって、はい、トラウト、わあ、これのサイン当てたいですね。よいしょ、5枚限定でしょ、多分人によって違うのかな。お、ケレンク、あ、そっか、パープルのルーキーはちょっと分けとこうかな。パープルのルーキーは、あの、スリーブに入れてお送りしますので、6箱分ですもんね。ちょっと分けといた方が楽かな。で、カールソン。これいいかな。はい。うん。クローネマス。リフはセミエン。オールスターですね。有原さん、スティーブンソン、パッシェ、ルキレンちゃん、メランコニ、インディアン、アレナード、メルセデス、はい、アダム・デュバールね、一瞬誰かなと思ったんですよアダム・デュバール、アデル、ケン・グリフィー、あー、ケン・グリフィーもありそうだな、サイン。イチローさんもありそうですよね、多分ね。いそうだよな。よいしょ。あ、青だ。青はサインあったのかな。どうだろう。ルーキーだといいけど。あ、ガルシアさんでした。はい。青は199。ですね。リフラクターの次、リフラクターが250。で、その次ですね。まあ、一応シリアルが出ましたと。いや、違う。TSK さんはサインが欲しいって書いてましたが。まあ、ちょっと、多分50-50ぐらいの確率だと思いますよ。サインとシリアルって。そうでもないかな、シリアルのが7割ぐらいかな、ちょっとわかんないですけどね。まあ6箱ですんで、まあサインがだいたい7箱1ぐらいと考えると、1枚ぐらいは最低でもノルマですよね。ドキドキです店長お、アデルのパープル、まあ一応スパフラとかもあるんでね、その辺でも全然いいんですけど、まあ生産数が生産数ですから。来い、あ、これペレスさん、はい、よいしょ、うん、リフだ、誰だ、トッド・フレジャー、アダム・フレジャーだはい、インディアの下が X フラクターだ。はい。お、やった。サイン来ましたよ。X フラクターのルーキーオート。
誰でしょうか、せーの。パッといけって。あ、はい。え、ニバルド？ニバルド・ロドリゲスさん。フリーエージェントで16年にヒューストンに来たのかな。ベネズエラの選手。97年生まれ。あー、はい。中継ぎとかで行ったかな。成績的には中継ぎですね。まあでも8イニングで8奪三振、うん、まあまあですかね。サイン1枚出ました。とりあえず、はい、最低限のノルマここでクリアしたかなと勝手に思ってます。ルーキーでしょ。はい、これのサイン当てたいな。インサートのサイン当てたいですね。お、リフだ。おお、サイン2枚。やっぱりこう、向こうはエクスフラクターでしょ。で、こっち、スペンサー・ハワードさん。これリフォートでしょ。オッズ別なんすよ。そうなんすよ。はい。通販でもう一人、はい、サイン2枚出た。よいしょ。まあでも実際店長が開封してるの見たことがないんで、ね、多いっすねって感じで、はい、まあちょっとまだ言わない方がいいかなと思ったんですけど、はい、こうやって PB で実際出れば声を大にして言えますね。はい、はい、ということでリフォートとね、ほらあるんですよ。オッズが別ですから、トップスさんは。だからこの後にリフオートエクストラクターだから色付きオートとかインサートオート来る可能性もざわざわしてる。はい。ざわってやつですね。はい。まあでもね、2枚出ればもう十分ですから。でもなくはないでしょ。あ、これのサイン来て、来たらね、はあ、圧倒的感謝ってなるんですけどね。まあサイン2枚でも全然いいですけどね。はい、ということで、シリアルとサイン2枚いきましたね。で、あと 1,2,3,4 ね。そっか、まだ2箱目か。もう3ヒットですよ。面白いでしょ。面白いですよ。あとサインもレデがあるみたいですね。お客様もゲレーロのサインを、あのレデンプションね、当たってやり方がちょっとわかんないようで質問が来て、登録やり方を教えてあげて、あとアレナードがレデでしたね。お客さん報告ありました。アレナード今のところそのぐらいかな。ゲレーロとアレナード。はい。じゃあ3箱目。ボーム？リフ。ボビシー。はい、もうあと、ね。ちょっとのんびり目で見れるでしょ。はい。ベニッテン。リース。タイロン、ギルバート、スティーブンソンにケレック、センタリングいいですね。ケレニックも今年かな、今年は頑張らないとねっていう、はい、オナーさんで、ジョニーウェンチ、ベンツさんかっこいいっすよね。ピート・ローズさんとジョニー・ベンツさん握手したときに、あの、
生物として絶対勝てないと思いましたそれぐらいのパワーを感じましたね。はい、アレナード。ギフ。おお、サイン、ジョイパート。おお。オッケー。はい。じゃあ、はい。今度またなんか買ってください。はい、いいっすね。ジョイバット来ましたよ。よいしょ。これでサインが3箱で3になっちゃいましたね。面白いよね、これね。だから。ホセ・ディバス。はい、前半3箱でサイン3、シリアル1ですね。で、4。こっから後半。はい、4箱目。パープルとパシェ。バートは初めて見ましたね。スペンサー、この3人初めてかな。あ、青だ。はい。誰だ？デトロイト。バルさん。あ、違う。ガルシアさんだ。はい。ルーキーのシリアル199来ました。はい。面白いでしょ、これ。あと、まあ、残りは少ないので、少ないですね。うん。そんなにいっぱいはないな。タティス。2ケースちょいぐらいしかないので。まあ、三十数箱ぐらいですかね。まあ、明日、明後日ぐらいにはなくなっちゃうのかなと思います。リフト。レイノルズ。ブライアン・レイノルズ。オールスターですね。で、カールソン。リフ。おお、サイン。ボーンだ。おお、やばいっすね。DSK さん来てますね。やばいっすね。おめでとうございます。はい。うん。すごいね。サイン4になりました。ちょっと爆裂だな。すごいですよね。まあ、パラレルオートがここだけで、これは72対1だから、でもこれ同一ケースですから、だからあくまで確率なんでしょうね。まあ、表記してるだけっていう。まあ、結構入っちゃってると入っちゃってる。まあ、そんなに管理はしてないと思いますよ、結局。そのケースで。何枚サインとか。あ、サインかと思った。はい、トレバー・ロジャース。もう一枚来たのかと思いました、また。オールスターの、オールスター。うん、アレナード。山下さん。はい、で、5箱目です。いやー、すごいですね。4箱で3、4。パラ、2パラ。
じゃあもうサイン5枚目目指しましょう。いやでも3連、あ、まあいわゆる4箱で4枚っていう、まあ普通に確率で考えてもすごいことですよ。うん、はい。ウェザーズ。ホセ・ディバース。ジム・パーマーさん。お、ケレンク。トランベル。ビクター・ゴンザレス。はい、ビクゴンですね。山城さん。スパフラ来んじゃないの、これ来ないかな。ロバートカールソン、それぐらいのオッズに匹敵してると思いますけどね。はい、セミエ4箱で34って 72×4 ですからね、普通に考えたら。はい、アレナードメルセデス、アダム・デュバールね。よいしょ。で、5箱目の最後。大カットだ。4と3。マトン君。はい。で、6箱目です。いやー、すごいですね。まあ、ただサイン読んでたんじゃなくて、バートとボーンですよ。まあ、スペンサー・ハードさんも今年は結構フル回転ローテーションじゃないの、多分。去年そういう意味で使ってたわけですからね、育てて。でもまあ勝ち負け半分ぐらいで乗り切ってますから。クロネマス、モリナ、アリアラさん、うん、ゲレーロ。ゲレーロはサインがこれレデなんじゃないかなと思います。確かオールスターだったと思います。お、アリアラさんですね。メヒア、アデルとアデル通常とパープル、ジョン・レスト、同じ人でしたね。サンチェス、エディ・マーレ、ウォンちゃん、クロネマスター。あ、違かったか。はい、トランベル、リンドア、インディアだ。いいっすね、これ。メンツがいい。キリロフ。で、ボーモンさん。だね。マドリガルさんだ。うん、ボビッシュ。で、ラスト、6箱目の最後です。インディア。はい。で、パープルだ。はい。ガルシア。で、モアランドさんでフィニッシュです。はい、ということで、サインが4枚出ましたね。箱で2枚出たのもあって。まあ、シリアル2枚、青でした。はい、青。で、サインが X フラクター。で、通常、同じ箱から出ました。で、バートにボーン。うん。すごいね。はい。
じゃあポーカーやりますね。6の4ですもんね。シリアル入れたら6の6ですからね。はい、じゃあ参加をします。1 2 3。ポーカーはノーハンドでした。はい、ということでね、またぜひねご利用ください。はい、またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。明日着でお願いします。